zinc.忘れることができるか。奴を追うことは修羅の道を行くことに等しい。覚悟の上です。15年前私があの鬼を世に放ってしまった。それゆえ私が決着をつけねばならないのです。赤石殿、くどいぞ。先口さん、お行きください。今一度、お考え直しを。官制改革に邁進されておられる樋口様を、これ以上困らせるでない。ですが、樋口殿、お待ちください。辻斬りか、それとも見られたからには死ねえ。ああ、ほう、そなたは命の恩人、かたずみない。奉行所に連れて行けば何か分かるかもしれん。その通りでござる。それがしは高遠藩首席家老樋口俊成。父は門殿助、旅の者でござる。夜も遅い、礼もしたいのでぜひ接待へ。もう一人逃げた者がいる。そうと思って誰であった。一体何者が。昨夜のことを耳にし、殿からも土屋殿に一目会って礼がしたいとのこと。さあこちらでござる。見事な菊であろう。これほど丹精込めて育てられた菊、なかなか。我が藩には花作りに長けた者がおる。ほれ、あそこに。おい、半平。へい。ご家老様、何か。こちらは土屋門殿助殿、そちの菊を大層お褒めだ。半平殿、色づきといい、花弁の開き具合といい、まさに至極の出来だ。 ありがとうございます。仕事中邪魔したな。もう行ってよいぞ。はい。皆様、殿のご側室皆様でござる。皆様は毎日ああやって半平の花をご覧なされるのを楽しみにされておる。
平、見事ですね。ありがとうございます。花が好きな皆様のために半平は里で育てた花を城まで運び、毎日その世話をしているのでござる。俺、手入れがあるんで。まだ持っていてくれたのですか。もう匂いも消えてしまったのに。土屋殿が駆けつけてくださらねば、それがしの命どうなっていたことやら。土屋殿、私からも礼を言うぞ。わしは殿に命じられ、大規模な藩政改革を殺された高石と共に推し進めておった。藩内にはその改革を良しとしない連中がいるのも事実。今回のことはそういった者の仕業かも。6年前の事件とも関わりがあるのかも。樋口は藩にとって何者にも代え難い人材。こうして知り合ったのも何かの縁じゃ。旅の途中申し訳ないが、しばらく藩に残り樋口を守ってやってはくれぬか。この通りじゃ。殿、菊池の君が一大事でございます。確かこの辺りでしたか。お勢様、診療所はあれに。これはこれは珍しいお方が見えられたな。塚本先生もお元気そうで何よりです。お勢殿もお変わりなく。今回も薬草を求めて諸国を旅して回っておられるのですか。あ、はい、山でいい状態の冬虫夏草を見つけたんです。それでうちの調剤道具ならご自由にお使いください。あ、いつも無理ってすいません。お茶をどうぞ。先生どうぞお構いなく。さあ、すみません。時にお勢殿、探しておられるお方というのは見つかりましたか。あ、いえ、それがまだ。見つかるとよろしいですね。おっと、お仕事中お邪魔いたしました。先生、大変です。何事だ騒がしい。お城から柿雄の使いが、菊池君が原因不明の病でお倒れに。お勢殿、お力をお貸しください。私と共に城へ。樋口殿、6年前の事件とは。未だ下手人は捕まっておりませんが、当時首席家老であった押井殿が切り殺されたのです。菊池代君様はこちらでございます。菊池代、菊池代。嘔吐と下痢、それに発熱が突然。食あたりでもなければ感冒でもない。原因が皆目見当つかぬ。菊池は手の震え。
塚本先生、ここを見てください。爪に白線、まさか。おそらく。なんだ、原因が分かったのか。早く作用を用意してください。はっ、菊千代の病は何なのだ。おそらくは秘跡の毒に侵されているものと。なんと秘跡だな。でもご安心くださいませ。毒は体の奥深くまでは浸透してない様子。この藍の葉を溶かして飲めばじきによくなるでしょう。菊池よ、菊池よ。塚本先生、お聖堂の恩に切るぞ。でも一体誰が毒なの。おやじ、二人に言わない相手くれ。おい、いいのかよ。ああ、気にすんな。今日は俺のおごりだ。ありがてえな。姉上、ここには父の仇の手がかりがあるのでしょうか。おやじ、一本つけとくれ。えい。おお、止めぞ。おい、聞いたかよ。昨日の夜、樋口様が刺客に襲われたってよ。ああ、樋口様は助かったけど、一緒にいた高石様が殺されたらしいな。ああ、でもあの犬猿の中の二人がなんで一緒にいたんだ。さあな。あの、もしかしてその刺客は左の頬に傷のある男ではなかったですか。姉上。はあ、知るかそんなの。知りたかったらな、奉行所行きな。刺客の一人が捕まってるらしいからよ。先ほど城内より知らせがあった。菊千代君は毒を盛られていた。幸い駆けつけた医師と薬屋によって事なきを得たようだが、一体誰が毒なだ。ところで昨夜捕らえた刺客は。奉行所で厳しく問いただしておるが、依頼した黒幕については何も。しかし今のところ奴が唯一の手がかり、何としても口を割らせるつもりじゃ。お願いです。その者の顔を一目だけでも。しつこいぞ。今は無理と言っとるんだ。とにかく明日出直してまいれ。仕方ありません。姉上、また明日出直しましょう。そうね。遅かったぞ。もう待ちくたびれたわ。なぜだ。その手がかりが。樋口殿はくれぐれも外に出ないよ。そっちに逃げたぞ。おいおい、おい。
牢獄へ忍び込んだのは貴様か。その立ち筋はどこだ。よし、僕の顔を見られましたか。いや。あなたは確か昨日樋口殿と一緒におられた土屋紋殿助、旅の者です。菊千代君は。おかげさまでもうすっかりと。それは何より。土屋様はどうしてここに。半平というものを美奈殿の古くからのお知り合いとか。ええ、半平と私は同じ里の生まれ。私が城に来るまでは兄弟のように育ちました。これ、うわあ、綺麗。これも半平が育てたの。うん、半平は本当に肌を育てるのが上手ね。ひどい。せっかくハンペイが育てたのに。もうやめて。女のくせに生意気だぞ。これ。ごめん。どうして半平が謝るの。俺、ミナを守れなかった。守れなかった。俺、強くなる。強くなってミナを一生守り続ける。半平、ありがとう。でも、私は強い半平よりも今まで通り素敵な花を育ててくれる半平の方がいい。半平はその後も美しい花を作り続けてくれました。お城に上がり、殿の側室になった後、殿にお願いしたのです。半平の花をいつも見ていたいと。それで半平は私の育ったあの村から花を運んでは世話をしてくれているのです。土屋様、半平のことよろしくお願いいたします。半平はとっても繊細で心の優しい人なのです。でも時折何か危ないことをしているのではないかと、
そんな風に感じる時があるのです。考えすぎでしょうか。あの花を愛する人が、私は半平には幸せになってほしいのです。ミラ殿、菊千代君に毒を持ったよからぬ者どもの動きが気にかかる。重々お気をつけくだされ。はい。やはりお前だったか。何故牢獄に囚われの仲間の刺客を切り殺した。口封じか。その前の晩、何故樋口殿を襲った。樋口様は襲っていねえ。何？それに俺は皆様をお守りしているだけだ。どういうことだ。お前のしてることを皆殿が知ったらどう思うか、よく考えてみろ。それだけを伝えに来た。雲流院。はい。皆様、何か。どうしてもげせぬのです。もう一度聞きますが、あの時菊千代の部屋に入った者に心当たりはありませぬか。いいえ、私にはさっぱり。となると雲流院、あの部屋に入ったのは私とあなただけということになります。まさかこの私をお疑いで。菊千代君はたった一人のお世継ぎ様、私がそのような方に毒など入れるはずありません。わかりました。でもこのことは殿のお耳にもお入れせずばなりますまい。千代君もご回復とのこと、本当に安心いたしました。お聖殿のおかげ。お探しの方見つかるといいですな。いつか、いつか会えると思っております。それではごきげんよう。失礼いたします。Thank you.
雲流院が菊千代に毒を持ったというのは。これがその証しにございます。その座布団の下に隠してありました。自分に疑いの目が迫ったことを察し、自ら命を絶ったのでございましょう。またしても黒幕の手がかりがなくなったということか。お前のやってることを皆どもが知ったらどう思うか、よく考えてみろ。明日からお城に上がることになったの。会えないかもしれない。やっと樋口様を狙う黒幕が見つかった。その男を斬れ。嫌だ。何だと？人殺しはもうやめだ。その黒幕が樋口様だけでなく皆様のお命を狙っているとしてもか。これが最後の役目だ。その男を生かしておくと皆様も危ないのだ。そやつは死角からその目をごまかすため女籠に乗って脱出するつもりだ。カラスの森で切れ。追加する必要などないぞ。よいな。やつは愚劣にも女籠に乗って脱出しようとする卑怯者だ。追加することなく籠の外から一気に刺し殺せ。そいつを殺せば本当に皆様は助かるんだな。そやつこそが樋口様愚か殿の失脚を狙いお世継ぎの菊千代君ご側室の皆様の命まで狙う不届き者なのだ。これが最後の役目だ。その男を生かしておくと皆様も危ないのだ。Oh,
ニーナ様。皆様を乗せた家具は何者かに襲われたらしいぞ。それは大変だ。みんな、みんな、よくぞ無事だった。誰だ、誰がこのような怖い真似を。存じ上げませぬ。私は何も見てはおりませんので。そうか、ともかく無事でよかった。さあ、ご無事で何より。私を襲ったのは半平です。でも半平が私を殺そうとするはずはありません。このことは誰にも言ってはおりません。私が殿の代理で墓参りに行くことを知っていたのは一握りの者だけ。その中に半平を騙した者が。半平を助けてやってくださいませ。お願いいたします。大使を殺し、さらには宮様まで襲った刺客の正体、半平であったぞ。半平をそそのかし、刺客に仕立てた黒幕はお主であったか。何を根拠にそのような。では聞くが、どうして半平が皆殿を襲ったことをご存知なのかな。皆殿はそのことを誰にも話していないと申していたが。まずは政敵高石殿を始末、そして菊千代君を毒殺しようとして失敗した二層を始末した。わしの言う通りにしておれば万事うまくいく。そこまで知られては仕方あるまい。菊千代君さえいなければ世継ぎは藩主の多い高綾君しかおらん。今の藩主にも死んでいただいて
次期藩主は高綾君で決まりだ。高綾君はな、わしの孫だ。さすればわしが後ろ盾となってこの藩を牛耳ることができるのじゃ。なるほど、外道の考えそうなことだ。お前気にしてよ。お主を処するのは俺ではない、藩主の役目だ。やめとけ。切りすぎちまった。もう死ぬしかねえ。お前のその剣誰に習った？左頬に傷のある人だった。名は？善鬼という人だ。善鬼。主席家老の押し入だな。貴様、樋口の差し金か。なぜ俺の後をつける？俺強くなりてんだ、あんたみたいに。どうして強くなりたい？皆様をお守りするにはもっともっと強くなければなんねんだ。女のためか。俺の人たち受けてみるか。もし生きていれば何か得得することもあるだろう。よくぞこの善鬼の剣受け止めたな。俺は確かにその時何かを得得した。それからというもの、毎日毎日刀を振り続けた。この半平もまた善鬼によって人生を狂わされた剣の鬼、剣鬼の一人だったか。俺は武士じゃねえ、貼り付けか縛り首だ。どうせ死ぬなら真剣勝負で切られて死にて。
見事だ。土屋様、ごちそうさま。ありがとうございます。あの男に関わっても父の敵の手がかりは何もつかめませぬ。別の道を行きましょう。ありがとうございます。土屋様、またお会いしました。私たちの敵は左頬に傷のある男だということが分かりました。何かご存知のことはありませんでしょうか。左頬に傷のある人だった。どう？善鬼という人だ。いや、ほらご覧なさい、あの男は私たちの仇討ちをくだらぬと申したわけです。仇討ちとは必要なものなのか。仇討ちなどやめることだ。主君や親の敵を討つのは本懐だ。だが人としての幸せかどうかは別なのだ。